はい、皆さんこんばんは、100円です。こんばんは、うん、こんにちはかな。ということでですね、今日も、パート2ということで、100円ミニニュースやっていきたいと思います。今日はですね、まあ、昨日みたいにバトルフィールドが急にこうベータをやめたとかね、そういう大げさなニュースはなかったんですけども、ちょっと一つ気になったゲームがですね、最近発売されたんで、それを紹介したいと思います。ということでどうぞ。スケートボードゲームがですね、一時期流行った時がありましてね、まあ、日本はそこまでかもしれませんけど、アメリカだとすごい流行ったんですよ。トニーホークっていう有名なねスケーターの方いらっしゃいますけど、彼がアクティビジョンと一緒に、まあ、アクティビジョンといえば COD ですけどね、シリーズですけど、一緒に作ったゲームがありましてね、トニーホークプロスケーターっていうのがプレイステーション1と任天堂64で発売されたんですよ。でそれを皮切りにスケートボードゲームが本当にいっぱいたくさんアメリカで発売されたんですけども、今回ですね Steam でオーリーオーリーっていうゲームがですね発売されまして、それがめちゃくちゃ面白いと。もともとプレイステーションビータで発売されていたものなんですけどね、人気があったということで移植されたと。僕ね買ったんですけどね、まだプレイしてないんですけど、プレイ動画見る感じだとねめちゃくちゃ面白いんですよ。で今ね10% オフで約1200円で購入することができるんですね、 Steam で。なんかねちっちゃいキャラクターわかりにくいけど、ちっちゃいキャラクターがこうなんかスケボー乗って、 2D なんですけど 3D じゃなくて、こうなんかねオーリーしたりとかいろいろやるんですよね。皆さんも機会があったらねぜひプレイされたらいいと思います。まあ、本当にねいろいろ面白い PC ゲームありますから、ちょこちょこねちょっといろいろ見てみてね、安いの買いあさったらいいと思いますよ。僕もゲーム結構増えてきたんでね、最近やってみてください。ということでオーリーオーリーでした。ピースOut!